時田さん、この間橋爪さん主演の、はい、あのゲーム、あのライブアライブの前に出たやつ、はいはいはい、はい、鬼の楽園、鬼の楽園、あれのサウンドを聞いたんですけど、すげえよくて、ありがとう。あれは三田康則率いる、そうですね、プロキオンスタジオさん、そうです、プロキオンの、うん、あの若手メンバーによる楽曲ですね。そうです、そうです、非常にいい楽曲なんですよ。土屋さんもアボンナサー、いい曲を作るなって言ってね、マリちゃんですね、そうそうそう、はいはい、アボンナサーって言ってるけど、はい、そんな距離でもないのでなんだ、言葉の響きだけで面白いやつからするのはやめなさい人の名前なんだからって、ね、あ、もう始まってた。杉田智和アジルスチャンネル、こんにちは、杉田です。ゲストは時田隆さんです。どうも、スカイニックスプロデューサーの時田隆です。よろしくお願いします。はい、はい、ライブはライブの動画、このチャンネルですごく丁寧に今までやってきました。ありがとうございます、はい、もうなんか終わっちゃうのが寂しくなるななんて思うんですけども、まとめて総括する動画を最後に出したかったんです、うん、そしたら時田さんの方からぜひともそういう話をしたいっていう話をいただき、はい、ありがたい話をいただきまして、じゃあ直接もう話しましょうみたいになってね、赤羽くんかなんかの回をご覧になったんです。あ、見ました、はいはい、あ、赤羽さんもここで、そうです、ここだったんです、うん、はい、なので、じゃあここで直接話そうってことになったので、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、さあ、アジルスチャンネル、そっか、2023年初ゲスト時田隆さんです。あ、初なんです。初です、初です、はい、光栄です。そうです、じゃあ早速、あ、そうだ、ゲームの方なんですけども、はい、ライブアライブ、最終編クリアしましたが、はい、実はですね、最終編別ルートがございまして、そうなんです、ね、そこまだ遊んでなかったので、はい、それをこう遊びながら時田さんと話していこうと思います。始まりました。最終編をクリアすると最後このオープニングになるという、はい、はい、あ、真ん中にアキラがいるということは、アキラ、はいはい、お主人公したんで、はい、スーパーミワンはマサル、キューブと、はい、まあ、2回クリアしてるんで、あ、なるほど、最後に絵が出るじゃないですか、原画が、はいはいはい、えーってなった時に、あ、じゃあこれ他のキャラだと別の絵になって、じゃあキューブでやろうと思ったら最後のポロロロロってなって終わったんで、はい、あ、これやこれやと思って、はい、でその全キャラ見ようとしてたけど、あの当時を必死に思い出すので、2周クリアしたぐらいの時点でファイナルファンタジー6に行ったはず。そうですね、タイミング的に確か、はい、確か。さあ、でこのオープニングになるんですけども、はい、これがいつの時間軸で、みんなが帰る前に何か記念写撮影しようぜなのか、何かいろいろあって久しぶりに集まったのかで結構意味合い変わってくるな。あ、確かに。でもこれルクレッチャがもう明るくなっているので、うん、多分もうね、うん、低温が訪れた後なので、そうそうそう、でも彼らは本当はもうここから戻ってるんですよね。そう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 、帰ってるから、はい、そう、だからこれはホルステッドが、あ、こうだったらいいのになって思い描いてる図なのか、あ、そう、そういう解釈にしていただけると嬉しいです、うん、ね、はい、あとは、あ、みんながもう一回来てくれて、うんうん、じゃあね、記念撮影しようって言って、オルステッドがこうカメラ回してる図っていう、はい、あ、オルステッドが回してる、そうそうそう、みんなね、あの、そっちじゃない、こっち向いてみたいな。なんか、俺、ちょっとなんか、そんなキャラになっちゃったんですか。なんか、ちょっとこうね、ほら、仲間がいるって、はいはいはい、僕は一人じゃないんだって思ったら、なんか、急になんか明るくなりすぎちゃったみたいな。大丈夫かなみたいな。ね、彼は仲間と理解を得るっていう、うん、信頼を得るっていう、はい、一番欲しかったものを手に入れたんで、本当にあの演出は良かった。ありがとうございます。よし。だけど、これは、そんな、思いを、信頼を、愛を知る前の、オルステッドさんです。これも当時、マジかって思って。杉田さんは、原作を初めてクリアしたときは、どのルートだったんですか、最初は。最初は、もう、オルステッド選びたくてしょうがなかったんだけども、はいはい、こいつの顔面に、烈風聖剣好きを叩き込んで、もう、正気に戻すしかないって思って、マサロスなるほど、なるほど。一番好きなキャラでやろうって言って。はいはい、マサルがやっぱ大好きだった、ね。あ、そうなんですね。うん、そうそうそう。熱血系のキャラ。そうですね。なんかこう、格ゲーのがすごい流行ってた時代だったんで、はい、そうですね、格ゲーっぽいキャラが好きだったんですけど、うん、でも一番好きなエピソードは最初の頃話した通り、SF 編なんですけど、うん、うん。これちょっとプロデューサーに言うのはあれなんですけども、はい、キューブ多分弱いなと思って、はい。うん。急にキャプテンスクエア呼んだりとか、加藤さんが一緒に戦ってくれないかな、いや、でもキューブ単体は、
弱いってなっちゃう。なので選ぶのやめようと思って。なる、実は結構キューブ使えるんですけど、ね、ところどころ強かったんですね。回復も持ってるし、ところどころ強かったですね、はい、カウンターで回復したりとか範囲回復だから、で強化パーツをね入れると、で根拠区鍛えるとこうねカキーンってチューンアップされて、はい、カッチカチにもなれるという。キューブ単体でクリアしてる人も、ね、いますからね。いますね、やり込みで、はい、で今作でもいわゆるこのキューブもそうですし、あとポポですね、はい、言語によってそのなんだろうな、会話できない組というか、うん、コミュニケーション取れない組って、昔キューブって全部プロロロだったし、はい、ポゴはあのああいあいしか言えない、あといしか言えないので、そうですね、ウホウホとああいしか言えないんで、はい、ウホウホは SE だ。今回のそのオルステッドのその彼を救済するための演出が追加になった時や、はいはい、最後帰る時やオルステッドのその言葉をこう言い返す時にポゴの言い回しが良かったんですよ。はいはい、あれね、やっぱりあといいしかないけど、一応尾形さんの声で撮ってるから、そのたった2つの言葉で、はい、オルステッドが納得する答えを用意してたっていうのはね。でしかも、うん、尾形さんは実はあれシナリオがあるんですよ、僕のシナリオは、はい、で、あいいかっこここではこういう心情みたいな台本を尾形さん用に作成、僕が作成したもので作っていただいたので、実はあれ前編使い回してるシーンもありますけど、基本シナリオ部分は全部撮ってるんですよ。ここではこの愛、はい、ここはこういう愛だったっていう、じゃあ原始編の最後の愛はやばい達するみたいなのよくない、よし、はい、はい、じゃあこれか、あこれね、より心が揺れる演出になってるな、ゴゴゴゴゴゴゴそう、ここでオルステッドを選んだ場合、結構あの親御さんが原作を遊んでて、うん、お子さんと一緒にスイッチを遊んでたりするっていうのをね、あのよく見るんですけど、はい、お子さんがやっぱりこうオルステッドが気になるらしくて、うん、どうしてもオルステッドがいいって選んじゃうらしいんですよ、ね、うん、まあ、その直前のストーリーがこれで終わるの、ね、っていうところになるから、はい、うん、魔王山のね、まさか親友そうだったのかって、でも変わっちゃった原因って あれ僕かなとか、はい、うん、でもアリシアまでって、でもアリシアは最初からああいうやつだったんだよっていう自分しか見えてなかったからって、でも、はい、もうダメです、第一声から、うん、もう姿が変わってますからね、欲望のために生きると、ずっと信じ続けたんですけどね、人間をね、いや動物にも劣る、もう魔王になっちゃったもんな、これな。獣とて空腹の時が、そうですね、だから実際は中世のエンディングからここまでそれなりの時間が過ぎているんですよね、うんうん、だが闇は濃くなってる気がする、そうですね、でその間に、うん、もうフルクレチアからは人間がいなくなってしまっているので、うん、何が起こったかは皆さん想像してください、血塗られた看板という、はい、人間はそれにとどまらず果てしなく欲望を抱く、いろいろ積み重なってこの言葉になってるな、教えてやらねばな、見事ですよね、本当にオルステッドの声、中村君、いやこれでも本当にあの収録の時に、はい、オルステッドのところはあのバトルがメインだったので割とスッと終わったんですけど、もうあとこのディープな魔王が続くわけなんですけど、もうやっぱり原作も遊び込まれてるだけで、うん、そうそう、もう役作りが完璧でしたね、うんさあ、そこ中入ってみたいですよね。ねっていう。なんか中四畳半とかになってるのかなみたいな。いやそんなジャイアントロボのあの大作君があの休むためのお部屋じゃないんだからって。いつもぶら下がってるのに部屋あんじゃんみたいな。そこで休んでるんだ。あそこはくつろぐとこですみたいな。えって言って。絵じゃないよ。の方が広くなってますよね。そうですね。で原作の方はひたすらこうまっすぐ延々行くんですよ、ね、うん。考える時間が増えたな。さてと、口を叱ろう。
初見でここにたどり着いた時のはぁっていう感じは忘れられない。石像、はい、オーディオっていう名前から全部名前を取ってるのは子供心には気がつかなかったんで、なんか似てるなみたいな感じでした、うん、で改めて名前をこう見てったら、あ、そういうことだったんだって、はい、悪意やそういうものの象徴がオーディオって名前なんだってなると、お前たちは敗者ゆえに悪にされてしまった、そう、勝った者こそが正義なのだ、歴史とは勝者の歴史なのだ、敗者には明日すらもない。じゃあ歴史変えちゃうか。でこの魔王のテーマがよりなんかこうゴージャスになってるんだけど、あのコーラスが入ってるから、ね、すごいこう、はい、壮大な奇想感みたいな、うん、だより悲しくなったんですよ、強そうとかそうじゃなくて悲しさが増したんで、だから収録をしてる時にコーラスで聞いた時はもう、うん、おーってなりました、ね、その練習会そのコーラスの収録の後に、はい、あの男性陣が僕らも一緒にあの原始のウッホウッホウ一緒に撮らせて、あ、すごい楽さすいません、これもちょっとウッホウ一緒に言っていただいていいですか。撮ったのか、よし、やるか。戦うのだ、憎しみか、憎しみです、ね、ラテン語で、ラテン語とかイタリア語で憎しみ、さあどれから、じゃあお前が破れれば、はびこりはしなかった、愚かなる人間などという、オーディオさん的にはだから急に人類っていうのが来ちゃったから、お、俺みたいな感じ、そうですね、うん、圧倒的捕食者でいたはずなんだけど、向こうがなんかよくわからない古代兵器みたいなのを撃ってくるから、ね、宇宙からの知恵を利用した、はい、何人類みたいな、何やろう、見ようによってはこの生存競争っていうシンプルな時代の中で強さによって純粋な生き方をしていた存在、オーディオ、うん、なんか弱いやつ殴ったりはしないじゃないですか。そうですね、子としてはもう最強です、ね、うん、スパーンって倒して、ね、ほらよく見ると悲しそうな顔してるじゃないか。よし、じゃあ背中が固めなんですよね、実は。何がどうやってスタンスさせようかな、投げ倒そうか、よいしょい、よし、じゃあこういう時はねヒーラーから襲うだなんですね。じゃあね、まずはね音を抑えちゃおう、よいしょ、オッケー、よしよしよし、ね、お歌が歌えなけりゃこんなもんや、あれ、これじゃあもう歌えないね。よし、まあちょっと厄介な能力を持ったやつから先に倒しかないとね。来ました。ベジータだ。ベジータじゃねえ。ザキね。ザキ。ベジータにスパーキン、いやだからザキだっつってんだろ、やっぱ強いですね、うわ、他にぶら下がってんのって爬虫類だ、なんだトカゲだな、トカゲですね、トカゲか、これ小林由伸のデザイン、トカゲが張り付いてた、トカゲなんだ、
キャラクター担当の人間が、うん、それを飛ばす技を考えたり、なるほど、あとザキがやられるとトカゲが立ち上がったりっていうミッションを入れてくれてる。ほら、安本さん、スモト君ちょっとダメよそれ。スモトさんのゴリも素晴らしかったですね。いやもうハマりやったですよ、だってゴリラなのにちゃんとモテるゴリラの声出すんですよ。でなんかお願いした時に、あ、俺ゴリ好きなんでってやってくれたって。彼はね最後までいてくれるし。そうですね、うん、兄弟みたいなもんですか。そうですよね、まあ、というか家族寄りですよね。あべべべべやるじゃねえか。熱くないこれ。ちょっと結構原作の時は割とボスの方が強くて瞬殺してた印象があるんですけど、今回は割とがっつり戦える感じになってる。確かに、まあ、プレイヤーのレベルにもよると思うんですけど、強いな。でくらえ。強いんでね、この野郎。ジリ、おお、来ました。相手のエースをまず押して、僕が回ってきたようだな。僕が回ってきちゃいそうだなって、あの菊蔵師匠のやるあの野郎ども叩き切れないですよ。すぐね、何々の罠にかかりおったか、野郎ども叩き切れてすぐ行け行けて。よし、あ、起き上がってません。本当だ、けなげだよな。あ、さらに OK、 完全に受け上がりました。そうね、うまく隠さないとね。あ、安本くん、野生の対決になる。安本、あ、まだ生きてます。う、安本、よいしょ、うん、あ、危ねえ。原始最強とはいえギリギリあったわ。本当結構長丁でした。めっちゃゼーゼーしてますよ、オーディオさん。オーディオくんごめんね、ほんと。20センチぐらいだったら実家で買うんだけどな。小型化に成功してもらいたい。よしよし。じゃあ次は、大好きな若本さんで。ライブアライブの世界、割と若本のりおさん足りないじゃないですか。いろんなところに当てはめたくなるんで。はい、はい、はい、そうです。でもおでいおうにした、でも時田さんだと思って。そうですね、もう やっぱりもう若本さん一択だから。僕必ず若本さんには何か必ずボイスが入るときはお願いすることにしてるんですけど。そうですよね、半熟もルビカンテも FF4 も半熟が多分最初だったんですよね。そうそうそう、鉄拳さんがずっとファイナルファンタジーに出てるもんだと思ったら、ね、はい、このゲームは半熟ヒーローだ。そうですね、ってなるやつかな。あ、なんかファイナルファンタジーの打ち上げに鉄拳さんが、うん、ゲストが来られて、うん、そこでファイナルファンタジー出してくださいっておっしゃられてたんで、あ、そう、でファイナルファンタジーは無理だけど半熟ヒーローをファイナルファンタジーと間違っている程度ということをさせていただいた。理解しました。ルビカンってぴったりだったな。ルビカンって良かったですね。ルベーザーよりも偉そうに聞こえて。ちょっと悲哀を背負ってるんで、彼だけ。そうですね。なんか元ミシリアの魔術師だろ、魔導師説があって。あ、なんか、あれは、何、出典は何なんですかね。あれはでも僕が考えたわけじゃなくて、都市伝説ですよ、なんか。都市伝説ですよね。
それ考えると、ああなるほどっていう、力を求めすぎて逆試練の山現象が起きて化け物になっちゃったっていう、純粋にただ純粋に強さを追い求めた結果っていう、なるほどなって、なんかちょっと腑に落ちる言葉だったな。そうですね、それそれで面白い解釈、ね、だから最初に回復してくれるっていう。来たこうじゃなきゃ、だがその戦闘力は、よいしょ、いいドムドム、よいしょ、ガマヘビの叫びはノリノリで。あ、強い、強いじゃねえか、あの二人強いんだよな、結構強いですね、二人強いんだよな、毒で回復しながら、うん、まあやろう、くらえ、おりゃリオーマが来ました、おいおい、シモンタ、ちょっと前人はサイヤ歴史になったが、サジンも強かったな、うわ、強化された術なんで吸血しようか、ちょっと吸わせてこれまで、いや、しまないね。いや、やった。よし。そうだよな。俺にはオルステッドも納得。はい、次。人と人の同化を目指した。エヴァンゲリオンよりも早く、圧倒的な破壊を持って汚れた人間たちのうごめくりを浄化するのだ。リメイクにおいて最もなんかこう利があったのは僕キンミラ編だと思います。そうですね、これはでもスタッフも熱量で、うん、他の方の倍ぐらいなんか全ここまでやってるみたいな、毎週出来上がってくるたびここまでやんなくてもいいと思ったんだけど、ありがとうみたいな感じでしたね、うん、歌もちゃんとオープニングからして、オープニングもちゃんと影山さんの歌になったし、 HD2D って言いながら武器ダイオも 3D ですけど、そうですね、いや、せっかく作った 3D、 これはもう無駄にするわけにはいかないので、そうそうそう、ぜひともよそのロボットゲームに出てほしいですよ ね、赤羽さんにもお願いして、ね、はい、ジャイアントロボブリキだよって頼んでほしいんですよ。あ、いいですね。そんな格好にならなくてもな、一つにはなれんだよ、ジャイアントロボ、ブリキだよ、機械よってはいはい、ビッグオーも入ってもう他者も他者みたいなのが並んで全員でね、こうこうって全力パンチする、あのいかついずんぐりしてパンチでしょうか、ね、じゃああとはマジンガーさんというあの元祖に来てもらいますね、はい、うん、やっぱな、そうだろ、マツラ、残念だがその思いは届かないのだ、ふふふふ、敵にするとこんなにもやばいのか、くらえ、おりゃおりゃ、どうだどうだ、気持ちいいだろう、あ、赤丸くんのジョボジョボだ、昨日動画のコメントで赤丸くんのジョボジョボ団ってところにあのタイムのそのリンクを貼った人はやめなさいねって気持ちはわかるけど、気持ちはわかるけどな、ちょっと面白かった、そら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 、どうだ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 、この敵のボイスもあのこの三学人がせっかく保護者の皆さんにやっていただいたので、
バトル中あの拡声器で応援してる程度っていうのでそれぞれのキャラが技名ごとに喋るようにしたんですよ。そうだな、スピーカーなんてないからもう手に持つしかないんだ。そうですね、だからここでここからこう拡声器であのそういう遠隔操作しながら応援してる。ここにそうそう、ここにいるから。おお、五光が刺しておる。はい、これ五将軍かな。はい、よしよしよし、これはお前も昭和に帰るんだよ。昭和昭和破壊ですね。さすがさすがさすがブリギダイオ。大好きもん、これも。なんかこう、悪としての格の違いっていうのが来るんですよ。それっぽい喋りする人とか、キャラはいるんですけど、フリーザ様っていう。で、和尚、雲竜和尚とシンデレラ博士、どちらをどちらにしようか、すごく悩んだんですよ。でもあの死んでる魔王な顔さんにして、運流を千葉さんにした方が、あの千葉さん幕末の現代もやっていただいてるので、やってますよね、はい、そういう意味では違いというものがあって、確かに、はい、だな、悪としての格が上がるってまさにそのなので、ハート様とフリーザ様だけは様をつけちゃうみたいな。桜井さんだ。これも実質シェンムーの新作なんだ。いやいや他社のゲームだ。ちょうどあのバウンサーの収録を、はあ、初めてした時に桜井さんとお仕事したんです。なるほど。その時シェンムーのラストをやった後だ、うん、見てなよ。この時代の人にしては大きいっていうね、オディワンさん。そうですね、オディワンさんがなんでこの今の地位にあるかみたいなのってちょっと単純にこの組織の中でなんかこう天界地武道会みたいなのが成り上がっていったのではないかろうかっていう。少女漫画とかだったら多分オディワンさんって子供の頃家族ひどい目にあって、はいはいはい、そうそうそう、一人になっちゃってでね、あの老師みたいな師匠にはつけなかったけど、うんうん、もしね、新幹線同士みたいな人が師匠だったらこの人は変わってたのかなって、ね、っていうのを考えるとなかなか面白いんですよ。結構ねキャラクターデザインもすごくいいデザインなので藤山先生。師匠との出会い。ああオディオンさん強いなやっぱり。今回でもあの桜井さんにチャンリンシャンって、はい、渋く言っていただけただけで僕はもうリメイクを作った甲斐がありました、ね、そうだソフトインワンを食らえ。ジャギみたいなポジじゃないんだもんな。一応この人は憲法の才能があったから。そう、強襲飛竜脚。心の強さまでは身につけられなかったってことですからね。惜しい。さて、老師の番だ。ちょっとオディワンさんってオルステッドに通じるものがあるんだよな。ああ、わかりました。勝つべきはお前。生まれながらの悪党じゃない気がするっていうのが、なんかそれは伝わってきますね。よし。あ、また好きな人来た。もう大好物が続くな。銀河さんもね、僕かな、あの割とぜひお願いしたい、はい、やっぱりすごいもう宇宙みたいな人じゃないですか、あのお名前の、うん、はい、もうこれもう後出しじゃんけんみたいなこと言いますけど、本当にあの当時遊んでた杉田少年はオディ・オブライトは絶対このサウザーみてえな超強い声っていう。あ、なるほどなるほど。最強だって言ってる。あ、これ絶対こういう声、絶対こういう声って思った。その通りの声が来たんで、別格感がある。大喜びして、やっ
ったーってなってやった銀河さんだ。よかったです。若本さんと同じぐらいこのライブはライブ銀河さん足りなくなるんであらゆる場所に合いそうなキャラいるじゃないですか、ね、あらゆる場所に。そうなんですよね、うん、あらゆる場所にいそうなんだ。だ結構やっぱり、うん、いや待てよやっぱりこっちかなみたいなこともだいぶありました大好き。もうほら来た来た来た。あの程度の雑魚に勝ち奴らの技を得て最強になったつもりだもう好きすぎてどうしても9年前ぐらいに作った自分の原作ゲームに銀河万丈さんを呼びたいです、はい。所属事務所の青鬼プロさんとかですね、はい、銀河もだいぶ年齢を重ねてきて、はい、作業のとかってこと配慮していただけると嬉しいですって、わかりましたって言って化け物になる役振っちゃったんですそしたら配慮なんかもう何にもいらなかったです。何倍もその上を行く圧が来てすげえってなって、いや今回もねもう本当に、うん、全然こう感じ年齢を感じさせない。もう本当にで普段スマートじゃないですか。あすごくそうなんですよね、うんうん、それはお前だけではない。俺は奴らにきっちりと刺してやったよ。とどめをな甘っちょろいガキのナムキャット。そうそう、銀河万丈さんの声でバカにされるの面白い。コケ下ろしていく。そうそうそう、何コケオロスのあのプリコネのロボか、こういうもうオディオブライトかって感じ。関節技だけのハンその通りなんだよな所詮ウドの大木のイヤウケアに道家に住みまく。安本君僕ら一緒くたにされちゃったよって同じウィンドウでそう力とパワーで一緒くたにされちゃったってだからディスられるのも一緒くたにされるって。力とパワーは、うん、当時は何も考えず書いてたんですけど、はい、指摘があったんですけど、うん、やっぱりでもかあれの存在は変えない方がいいだろうな。そうそうそう、今回もそのままにしました。高原の知力25なんで25からひねり出されるあの語彙力はあれで合ってるんですよ、うん、人によっては力じゃなくて力だって呼んでくれる人もいるんですよ。なるほど新しい説、知力は25。なんか昔若い頃対戦してんじゃないかって説があって、森部さんとオブライト、はいはい、ありそうですもんね。あるいは破門されてるか、うんうん、森部さんの元にいたけどっていう、うん、どいつも己の弱さに様は悪意に満ちている破門ですかって言ってるその後こうやって別のルートに行っちゃったってこと。倒した者の命を立てずして、オリオブライトって言ってると東洋人っぽいみたいな、うん、そう偽名かもしれないです。なんかちょっとこうベースにギース・ハワード味を感じるんで、はいはい、そうそう同じ師匠のもとに、はい、そうそうこの強さに取りつかれちゃってお前は破門だって言ってあったよカモンって言って、うんガロー伝説とかも壮絶な後付けなんで、そうですね、でもなんかそういう、まあ、これも格ゲーベースのオマージュなんで、うんはいはい、そこでこうみんなが想像できるところが面白いと思うんですよ、ね、それが面白くて、でアニメ版とか後から作ったもののテイストが新作に入っていったんですよね、はいはいうん、これ僕大好きなんですよ。俺こそが最強オディオブライトだ。もう喋るスタンプ出してスタンプは2種類とも買ったんだ。ありがとうございます、はい、やったぜってなって。てめえやってることは格闘技じゃない。大好きな、ただの殺戮だ。本当マサルの声関さんだよ、ね、これ真っ先にイメージした声でしたから。ありがとうございます。ナムキャットの足技来た。知力25。グレートエイジャの飛び技、ハンの関節技、ジャッキーの力、モーガンのパワー森部の爺さんの奥義が、そしてこの俺の怒りが、てめえをぶっ潰す。長い。すごい。すごい。楽しもうか。この試合を。
これが強いかな。これが、これが強い。いいのかな、そんな方に行って。グレートエイジャーの飛び技。いい。終わるなよ。まだまだ。アムロナミエ。よし。いかん。ちょっと疲れてしまいます。なら今のうちだ。よいしょ。あ、もう治ってる。早い。関さん。いい。関さん。関さん強いね。ブルブルシャウトだ。うちの兄が PTA のことをポイズンテリブルアクシデントって言っててめっちゃ面白かった、ね、PTA のことその教育に何の恨みがあるんだよ兄ちゃんって言ってたけどアクシデントお兄さんもライバルで遊ばれてた。いや、一緒に遊んでました。だからやっぱり語彙力がちょっと変わってる人なんで、やっぱ名言はやっぱりそのアリシアは最初から誰も好きにはならないんだ、自分しか好きじゃねえんだよ。でもそういうやつを好きになるって苦しいよな。なんかあったんですかね、うん、兄ちゃんなんかあったのかなって見切った見切ってます。こうやって動いてると一体どういう風に動いてるか分かんないんだよ。大鉄砲オブライトさんがどうやってるか。そんなもんか。足で、両足でこうやって顔面を挟んでこうやってゴキゴキゴキってやるのかな。じゃあちょっとこの技疲れるんですけどね。あ、決めるか。あれ、これ耐えますね。パンチャのキックやっぱりかなり情報されました。パターンになる。そうですね。よし、よいしょ。全体はだいぶ各キャラの強さオリジナルとは違った挑戦してます、うん、みんなそれなりにやりごたえがある感じ。そうですね。お前こそが最強だ。でもまあ、ナイアカイア2打は強いし、アビゼゲリも強かったですけど。そうですね、やっぱりこう2打、まあ、バフデバフが結構勝敗を分けるので、うん、そこは変えずにそのまま残しました。面白かったのがフランケンシュタイナーなんですけど、はいはい、あれって特殊攻撃かなんかの判定になってますよ、数値って。そうかもしれないです、ね、そう。だからマサルにあるまじき、その知力、まあ、今回は特殊攻撃みたいなんですけど、はいはい、それを上げまくってですねフランケンシュタイナーするとなんか強力な600、700ぐらいすごいですね。バカズーンって出て、はい、おマサルどうしたみたいな。お前の主力はじゃあジャーマンスープレックスじゃないかもしれない、はい。これでもスーファミ作ってた頃すごいプロレスがブームで、はい、スクエアのスタッフのプロレスファンが僕らも含めていて、うん、みんなゲームに油断するとプロレスネタを入れるっていうのがあってサガとか聖剣とかにもバトルの技がプロレス技が多い。そうですね、対術って形でありますからね、はい、あれは FF16 のディレクターの高井博ってやつのせいですね。そうだったのか。ローリングクレードルとか入ってますか。入ってますね、うん、ローリングクレードル連携しやすいんで好きですよ、はい、僕はあれと探検はあとよくね、聖剣3のホークアイがなぜかクラスチェンジすると急にプロレス技を使い始める。確かにそうやお前盗賊じゃなかったのかお前どうしたみたいな。ガトリングの弾をな。柴田さんも最高でしたね。玉を玉っていうか、ちょっと可愛いんですよ。で、まあ、ちょっとこう荒くれ者でメキシカン風に出したかったのか、これ巻き舌でやろうと思うんだよねって提案していただいてあ、いいですね。素敵。可愛いな。オーディオさんちょっと可愛いんだよな。ドリンクの玉をだ。憎めない感じ。猫とイントネーションが同じなんで、玉っていうのが、ちょっと可愛く印象になる。ちゃんと怖いからな。アドリングの威圧感はリメイク随一だと思うんですよ。そうですね、うん。昔から怖かったですけど。瞬殺ですか。寒い。よいしょ。このガトリング銃の弾をな。
タマちゃんを送らせようぞ。よいしょ。ちょっと愛嬌がある顔してるんだよ。ちょっとデフォルメが効いてて可愛い。ほんといい声だよ。よいしょよいしょよいしょ。タマちゃん強いね。マッドドッグもいい声だったな。マットはでも本当に原作開発当時からやっぱりこの感じで作っていたので感激でしたね。色男の声っていうのでずっと頭になかったんですけど、そうですね。で、まあライバルなんだけど、しょうがねえなって世話焼きな、そうそう、うん、いい兄ちゃんの感じっていうのはもうやっぱ古川さんだな、しょうがねえなっていう言い方が確かに超絶に合う、はい。じゃあタマちゃんをね、死にやがれ。ちょっと怖すぎるんだよな、ほんとに987 怖すぎるんだよ。俺のガトリングガンは無敵よ。最高ですね。でもこれよ、これまらんな。ゴールデン街にあの柴田秀香さんの店がありますよね。僕もなんか3回ぐらいお邪魔したことがあるんですけど、うん、もうすごい、あそこ一番ゴールデン街で長いお店、はい、そうです。歌舞伎町のアナウンスの声が、あ、はいはいはい、柴田さんだったんですけど、やってますね。なんかあったらガトリングの弾が飛んでくるみたいな。ミスター X バージョンとかね、ありますね。あれ面白いんだよ。さあさあさあ、大好きな SF 編や。これも、このプログラムも AI というか人工知能というか平和になるためにこうプログラムされたら、ね、まあ船内の治安を維持するそうしたら、あ、人類いらねっていうデビルガンダム思想に目覚めてですね、人が不要だわ。こいつも悲しいんだよな。本当はね、一緒に戦いたかったんですけど僕は行けません。でも戦いの場所は提供します。はい。怖い、もう大好き。この SFN の雰囲気で新作欲しいもんだ。やっぱりそうですね、この RPG っぽい感じなんだけど、うん、SF アドベンチャーっていうのが、そうなんですよ、静寂感があると思って、はい、何気になんかこう今時の Steam さんとかであるゲームっぽい雰囲気が出してるんですよ、そうですね、これ。で、まあ、いわゆるこうバイオハザードとかに近い感じの、うん、こう生き残りアドベンチャーゲーム、そうそうそう、よく見ると今っぽいテイストも入ってるっていう。エニックスでジーザスっていうゲームが、恐怖のバイオモンスター、はいはい、あれの PC 版が、うん、PC 版が最初なんですけど、うん、それ当時遊んだんですけど、あれも杉山浩一さんが音楽をやっていて、そうですよね、はい、CD 宇宙船の中でモンスターに襲われる、うん、そう、ジーザス。僕でもスクエアに入って最初に作ったゲームは実はエイリアン2なんですよ。エイリアン 2? で、あの FF11 とあのプロデューサーの田中宏美さんがディレクターで、宏美上人さん、あのちゃんと版権を、はい、スクエアが買ってきて、うん、で交渉が契約を結んだ上で MSX 版のエイリアン2。なるほど、そこだったんですね。ええ歴史あり。当時からね、あの時田さんといえば魔界投資サガで、あの洪水の原因になっちゃった高志君、詰まらせた、そうです、ね、トイレを詰まらせた事件をもとに川瀬さんがイベントを突っ込んでましたね。本当だったんだみたいな。本当ですね。あれからあのグラフィックのやつから言うとみんなで高志君って言うんだろうなと。そうですね。だから結構ツイッターでみんな高志君って割と言ってくれるのはちょっと嬉しいような恥ずかしいような。考えてみれば本当にファイナルファンタジー4の開発室とかもうメンバーが豪華すぎてめっちゃ笑うんですよ、ね。でもあの頃みんな20代でした。時田さん寝込んでました、ね、寝込んでました。僕とあのメインプログラムの成田健の2人がよく泊まってたんで、はいはいはい、あの2人で結構寝込んでる感じ。今じゃ考えられない。会社に泊まるな。でもみんななんか喜んで泊まってましたね。で時代10時ぐらいまで仕事したら、うん、そこからゲーム始めたり、はいはいはい、お酒飲んだりして、時代、まあ、貫徹してるわけじゃないんですよ。時代すごいな。合宿してたみたいな感じ。そうですね。やる。お、インフォリサーチだ。今回こうキューブは技を呼ぶ時の音が全部実は技名を言ってる。え？っていうのをユーザーさんが気づいてくれたんですよ。マジですか？そうなんですよ。え、ってことは誰かの声で撮ってるってことですか？
プログラムの音を組み合わせてキューブの波形をイントネーション変えて加工されてるんだと思うんですよ、ね、これさ、サウンドのスタッフがやってるんですけど、うん、おーと思いました、ね、すげえよく聞くと、はい、あ、言ってる言ってるって感じ。なるほどな。悪いね、言ってしまいました。悪いね、しょうがないよね。悪い悪い、また遊ぼうね。よいしょ。幻想っていうとなんかこうすごい深い意味になるんだよ、ね、いいね。今回このリメイクで魔王の姿も、うん、原作はあのオールステッドのものだったんですけど、うん、そうですね、新たにこう魔王の姿を入れてくれたので、はい、これはこれで雰囲気がそうですね、もう染まりきっちゃったっていう、うん、真の勝者なんだ。乾いた高笑い。悲しいな。もう哀愁を超えたもう別の存在になってるんだ。これこれこれ。ああ、ウルステッドよ。泣いてるのかもしれないですけどね。そう、そういう別のその乾いた笑いっていう表現したんですけど、うん、それ以上になんかこう悲しさとか苦しさとか。それでも信用とか信頼や愛情が欲しかった人のもう全部入ってるんですよ、中村雄一さんの笑いさすがですよ、楽観ですよね。本当に彼ほど本当台本に込められた情報から何かを読み取る力が高い人がいないなって、うん、あと今回すごいなと思ったのはオルステッドがとどめを刺してくれよって戦うじゃないですか、うんうん、あそこでオルステッドに負けた場合のボイスを用意したんですけど、それこれ結構聞いてる方少ないんですけど、うん、誰か殺してくれっていうセリフを取ってもらったんですね、うんうん、それがねもう本当に気合で悲哀感と頼むからっていう悲痛な叫びで最高なので、うん、ぜひ皆さんオルステッドに負けてみてください、はい。この後プライベートで負けます喜んで負けるぜ。この世界がでも嫌いじゃない演出なんですよね。これはそうですね、これも本当に、まあ、脚本の段階から決まってたエンディングではなくて、うん、実際にここまで作ってみてどういうクレジットにしようかみたいな、うん、で、ある素材、まあ、ドラクエ3のエンディングとかもこうワールドマップをスクロールしたりするじゃないですか、はい、まあ、今あるものをたどりながらなんか心境を思い出すような演出にしたらプレイヤーの皆さんがいろいろ回想してくれるかなと思って入れたんです、うん、思い出の場所を巡る、うん、最後まで理解者でいようとしてくれたウラノスの声なんですね、うん、思い届かず、うん、寂しいな。でも結構好みな終わり方です、これ本当に、うん、そして発祥の山本です、うん、誰よりも勇者だったんだよっていう、やっぱ子供心に勇者勇者って言われてるけど、なんか悩んだりとか悩み事を言えないんだろうなとか、うん、もう祭り上げられて役割を演じざるを得ないみたいな。そうなんですよ、ちょっとロトの紋章っていうドラゴンクエストの漫画で、はいはいはい、獣王グノンっていうのが攻めてきた時に、あの街の人たちとかに主人公アルスがすごいなんかけなされるシーンがあって、はい、初めてその心の底から激怒するっていうシーンなんですけど、うんうん、あれを見た時にやっぱ勇者って言うてもなんか人だから、うん、苦しんだり、あと本当誰にも悲しみって言えないのかなってなった時に、こうその時そんな時にオルステッドっていうあの結果魔王になっちゃうっていうのが、まあ、すごいなんだか心に来るものがあってですね、うん、そうですね、当時は本当にこうまあいわゆる英雄譚みたいな、うん、当たり前だった、まあ今でこそね闇落ちオンパレードですけれども、うん、まあ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 ありますけどね、ダークヒーローとかで、あとはゲームってこう、うん、やっぱりねいいことをして倒し
枠を倒していいことをしていくっていうのがもうお決まりだったところをどうひっくり返すかみたいなところができたのは、うん、やれてよかったなと思いますね、うん、今でもそうですよね。それこそ勇者のくせに生意気だとか、はいはい、あとは本当にライトノベル、まあ、小説創作の世界においても、もう敵側でとか、そうですね、悪の組織は結構ブラック企業で大変なんだぜとか、うん、でも根本にあるヒーローが勇者が悪を倒して平和を取り戻すっていうのがもう浸透してるからこそできるんです。そうですね、うん、いわゆる王道型があるからこそ、うん、そう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 、だからこそ逆説が成り立つっていうのがあって、だドラゴンクエストも毎回こう勇者がテーマになってますけど、うん、どういう勇者のアプローチかって毎回違うじゃないですか。そうですよね、はい、あれもやっぱ面白いですよね、うん、そう、ドラクエ7の勇者のあり方って、はいはい、あれは勇者って言っていいのか、いや俺はあれそれすらも超えた神様だと思ってて、はいはいはい、最後、ね、お前神になれって言われて、うん、僕は村に帰って寮に出ますって言って、はい、は嘘マジみたいな、ね、うん、いやだって友達はみんな待ってるからって言って帰っちゃって神にならないで帰るっていう、うん、そしたらね時を超えて俺たちずっと友達だぜっていう手紙を取れて、はい、誰だっけみたいな、誰だっけじゃねえだろっていや最後のは僕はひどいこと言ったね、ごめんなさい。そう、そういうのもあるから、確か毎回あり方っていうのについては考えさせられますよね。そうですね、うん、そう、確かに堀井さんも毎回今度の勇者どうするの、でもそれが多分コンセプトな気がするんですよね。うん、うん、そう、そういう意味じゃスクエアのゲームはこう勇者みたいなゲームをあんまり描いてなかったからこそ、ここで王道をやってみて、うん、結果反転したっていうところがインパクトあったのかもしれないですね、うん、なるほどな。どう行き着いたらこのシナリオに行くのかみたいなのが当時から思ってたんで、これ考えた人って何かあったのかなっていう。そうです。でもまあやっぱりデビルマンとか、まあ、イデオンとかの絶望、うん、人類に対しての絶望をする作品っていうのは僕子供の頃からもう混ぜてて、まあ、小学校の時デビルマン読んだのが全ての発端なんですけれどもやっぱりこう、うん、人間って集まるとちょっと怖いよなとか、暴走しちゃった時どうなるんだろうみたいな、うん、そういうのなんかもう子供の頃に見ちゃうと、なんかこうただの綺麗事じゃ納得いかないかなみたいな感じになっちゃいますよ、うんうん、いわゆるアポカリプス落ちっていうんですけど、ね、はい、うん、そう、バッドエンドも含めて、特にこうゲームでやるとプレイヤーがやっぱり気持ちが入ってるのだから、うん、よりこう衝撃を受けてくださいますし、うん、あとちょっと希望が残るようなこともできたりするので、うん、そこはやっぱ映像や漫画とはゲームの場合なんか感じ方がもっとみんな皆さんダイレクトにエモーショナルに感じてくれるんだろうなと思いますね。敵側の考え方っていうのが僕は子供の頃からずっとそっち側の気持ちって考えられないのかなって、はいはい、まあ、いわゆる言い悪いの話じゃなくて、うん、何が原因で何がどうなんだろう、みんなに何か原因はあるんですよ ね、 そうですね、でみんなに何か解決する方法はあるはずな、毎回でかいバズーカで倒される戦隊ものの敵も、うん、きっと何か事情があるんだろうなとかそういうことを考える変な子供だったんで、うん、サイバトロンよりはデストロンだったし、はいはい、だからライバルっていうものに対して、でもそれだけライバルや悪が強大だから、うん、ヒーローが立つんだなっていうのは思ってました。サッドエンドです、はいはい、悲しい。サッドエンドって言葉はないんですけど、バッドエンドじゃなくて、うん、バッドの時よりじゃなくて悲しくしたから、うん、悲しいなってさ。アジルスチャンネル、さあ改めまして、ここからはトークパートになるので、まずは時田さんから、はい、改めまして僕の方に何かこう質問がある。そうですね、はい、非常にがっつりと実況をやっていただいて、いやいや、ありがとうございます。お疲れ様でした。ありがとうございました。でね、杉田さんとはなんかお仕事とかご一緒になるたびにライバーライブとか、うん、マジヒーローの話とかをされてたんですが、まあ僕も4年ぐらい前まではまさかリメイクできるとは思ってなかったんですけど、うん、HD2D オクトパストラベラーが出たおかげで HD2D を使ってという非常にその波に乗れたのが大きいかなと思ってるんですけども、そのリメイク版を杉田さんプレイしてみていかがでした？うん、そうですね、まあ、来ないと思っていた時代がもう一度来る。あの当時の遊んでた思い出が全部その
蓄積された状態で楽しいっていうものがさらに積み重なっていくんですよね。これって思い出補正とか、うん、昔ながらのっていう味に甘えてるわけではなくて、うん、新しいものとしていい部分と昔から知ってて良かった部分とって、うん、良いリメイクってそれのバランスがすごいいいんですよね、うん、なので今回本当にライブアライブをこのタイミングで遊べるっていうことに感謝しかないです。ありがとうございます。辻さん、原作を遊んだのはおいくつぐらいの時だったの？あの当時ですね、中学生とかですよ、うん、あ、じゃあ一番多感な時期、うん、はい、うん、で改めて、うん、まあ、以前 SF 編がお好きだったんですけど、ね、改めて今回リメイク版をやってみて、はい、各編、うん、いやこの編良かったなってあります？あの音声がついたことによって、はい、よりドラマに深みが増したのがクンフー編です。ああ、はい、はい、うん、あと曲もあ、なんかこうゲームからなんかこう映画っぽい要素が入って、うんうん、そう、あのカンフー映画あるあるみたいなのも入れつつも、うん、あの分かっちゃいるんだけどいいよねっていう要素が全部入ってるんですよね、うんうん、そういう意味ではクンフー編はかなり印象的でした、ね、そうですね。で、まああのまあ、石丸さんはもちろん、うんうん、あの三弟子の皆さんが素晴らしい、うん、まあ揺れるんすよ、昔以上に誰にするんだ、なんとか生存できないかっていうのをどこ、うん、心のどこかに、うん、あの今風のゲームだったら全員生存ルートみたいなのも多分あるんでしょうけど、うんうん、昔本当にテーマは主人公交代、うん、あの伝承がテーマだったんで、うん、これは心を鬼にして選んでほしかった、うん、くださいっていうのをやったんですけど、うん、でもまあ結果3人の生存ルートは今回も入れてはいけないなと思いましたね、うん、それだけは、うん、確かに根本がちょ根底が崩れちゃうので、うんうん、まあ、よりこうドラマがこう、ね、音声によって増して、まあ、揺れるっていうのがあったんですが、まあ、あとはそういう意味で演出がさっき言った通り、あの近未来編の豪華っぷりはすごいなっていうそうですね、あのキャストもあの僕が考えた最強の近未来みたいな感じになってますけれども特にあのね三悪人とかを、うん、もうえ皆さん本当にお願いしていいんですかみたいな感じでお願いできたので、うん、で千葉さんに収録の時にキャスティングをご案内したら、うん、うはー濃いなーって言っていただいたんですけどでもすごく嬉しそうにやっていただいたんで、うん、あの僕的にもあの本当に夢のキャスティングができたので、うん、まああの各編と思うとほぼほぼそうですね、もう 99% を僕がお願いしたキャスティングでやっていただいたので、うん、本当に僕自身が当時作ってた自分に伝えたら、うん、嘘って言われると思うんですよねこれだけの豪華キャスト、本当にライブアライブが機械王かみたいな感じですよ、はいはい、大地規模こんないいわけね、通りましたうっしょって言ってだってこんな赤いマスクつけてるから声池田さんって怒られますよ通ったみたいですよえってやつがね、それ以来の衝撃でした、はい、ライブアライブのとんでもねえなこれ、これでも全編自分がいられるってこれ幸せよって言ってねで杉田さんもあの、まあ、最初は何役かお願いするっていう形で、うん、やっぱりライブアライブあのお好きだっておっしゃってくださった方には、うん、あのちょっと無理あの失礼ですけどあのこれもお願いしていいですか、まあ、あの山本さんのご意とかもまさにそうなんですけど、まあ、金役もお願いしつつ、うん、あのゲームをご存知だからこそお願いできるんですね、まあ、杉田さんが全部に出たいっていう、うん、はい、あのお返事をいただいた時に、はい、よっしゃじゃあキャスティング考えなきゃと思って、そう、はい、決まってない他の役や汎用で使うような音から、うん、SE からあのできることは全部やるって伝えておいてって言ったらそういう言い方をしたんですよねそうなので、あ、毎回違ったポジションでいたら面白いだろうなというので、うん、はい、あのすぐそこでキャスティングをしました、うん、はい、とりあえず一番かっこいい声はまずハヤテに使おうと思って、はいはい、ハヤテって絶対かっこいい声だって、はい、そうですね、うん、そう、ずっと火の鳥をつけろってお前が行けよじゃなくて、彼は彼で やんなきゃいけないことがあったから、任務があるんでしょう、ね、そう、任務がちゃんとあるから、うん、偉い人だからあいつっていうね、もっと重要 なんか任務があったと思うんですよね。そうそうそう、なのでまあ印象的で、でもその中でまあ演出でクンフーか、まあ、近未来か、でも基本全部良くなってますよ、うん、幕末も遊び応えがこう分かっているからこそ演出面の強化だったり、特に天草とか、はい、敵のね、はい、あの現代とかもそうなんですけど、はい、敵のその演出の強化によってより思い入れが出るなっていうのが、うん
やっぱライブアライブを語る上でやり込みとそのなんかこう作品にとっての顔のシナリオってやっぱ幕末編かなって、うんうん、そうそうそう、そうですね。なんか、うん、あそこは本当に、まあ、今でいうステルス、まあ、当時はステルスっていうのもなかったので、うん、まあ聞くライブライブってこう RPG ってシナリオとバトルとマップとアイテムみたいな要素があるんですけど、うん、どこを比重を置こうかみたいなのをちょっとわざと崩してるんですよね、うん、で幕末はもうマップのゲームにしよう、うん、マップとバトルのゲームにしようみたいなところから始まったんですけど、あの担当者のこだわりもあって気がついてみたらすげえあそこだけ異様に重いゲームになってしまったんですけどね。遊び応えも隠し要素も全部含めて、いやあそこは本当に担当のプランナーの執念を感じますね。そのあたりですかね、まあ、リメイクで改めて遊んで、はい、ありがとうございます、はい、で、ね、リメイクであの皆さん豪華な声優さんに出演していただいたんですけど、うん、改めてやっぱり声が入ったことによって、うん、先ほどもいろいろオールステッド編やりながら、ね、お話してましたけど、改めて杉田さんお気に入りのキャラクターを教えていただきます。迷うな迷うな迷うな、なかなか一つにはしてもらえたことない、何キャラか挙げていただいて、何キャラか好きなキャラ、そうですね。いやでも SF 編のメンバー、うんね、五長もそうだし、はい、うん、隊長のあの何それは本当かね、あ、稲田さん、そう、はいはい、あれスタンプになってたんで、はいはいはい、何かっていうと、あの何それは本当かねと、うん、それは気の毒にが、うん、パート1とパート2で分かれて、そうそうそう、あの両方使えるようになってた、ね、それは気の毒にとかね。好きなキャラクター、そうだな、自分で演じてて楽しかったのはホイハンテン天守、あの、うん、往年のクンフー映画に出てくる街の人みたいな感じですよね。参考にしたのはあの霊言同士のカシーさんの芝居で、わ、なんだこれ、癖、オラの部屋りって言ってた、これ中村くんがあのそれ出てるんですけど、カシーさん全然なまってもいないような役なのに急に田舎者にしやがっ って面白すぎるんだよなって。で青野さんも青野さんでひどくて、それで弟子に本当にあの本当にあなたを尊敬してるんですって言ったら、そうかっていうセリフに対してこう気持ち悪いなってめちゃくちゃなこの現場あの辺のこう自由な、特にああいうこうコメディ作品だと、うん、本当に自由にやられてるのがすごいいい時代だなと思いますね、うん、これだよな、よしこのテイストを入れようなんて、うん、好きなキャラクター、まあ自分で、うん、それか流行ってでも揺れたんですけども、うん、そういうので、まあ、曲振りでね、はいはいはい、好きなキャラか、そうだな、印象的なキャラ、うん、まあ原神はまあ何と言ってもゴーリー、うん、でそう理想の安本ボイスがこう乗っかったことによってこう低いんです、イケボのゴリラなんですけど、うん、浮きっていうところだけすごい高くなるんですよね、こ、うん、のゴリラはモテるよって、うん、それはゴリ界のモテようよって言ってね、うん、そうだな、まあ、あとはまあ西部編はまあマットかな、はい、いやマトロ君本当ね、うん、あの人が全部面倒見てくれるお話ですからね。そうですよ、何から何まで、うん、別に協力なんか しなくたっていいのに、うん、最初から協力する気満々で来てくれるからそれじゃあダメだぜって言ってね、服と剣ぐらいはサービスしてやるかでおなじみの古川さんだから確かにって思ってる、ね、最初からご飯育てる気満々じゃんって言ってね。いやでも敵とかもやっぱり忘れられないな、うん、綱吉とかも綱吉だねいっぱい戦ったなとか。で今度はですね、今回リメイクで、まあ、いろいろ当時はスーパーミ音源だったんですけれども、生録でオーケストラも含めて収録された楽曲なんですけど、うん、楽曲でお気に入りの曲があれば、ぜひ。シナリオで言った通り、恩恵を得てるのは、やっぱ近未来とクンフー編の曲なんですよ。はい、はい、はい。あと中世編。はい。うん、やっぱりその、ね、オーケストラやコーラスが乗ったりとかで、やっぱ一番利を得ている。うん、乗ってその辺なんですけども、だからそれやっぱ音ってやっぱ大事で、そうですね、うん、やっぱ記憶、うん、なんか匂いみたいなもんですよね、うん、ゲームで言うと、今回も今回でやっぱりちゃんと重い音は重い音になってたし、うん、そこ行くとやっぱりその SE においても恩恵を得てるのが近未来編です、はい、はい、あとは現代編の各技の音がちゃんとその対応したような音に変わったんで、うん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 、よりこうリアリティが出てる、そうそうそう、あと大激怒岩盤割りって当時どういう技かよく分かんなかったものが、はい、あ、地面ドカーンってやってボーンってなるんだ、ね、そうですね、本当に割ってるんだ、本当に割ってんだこれっていうね、うん、そう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 、アレンジ具合で言うんだったら現代編の曲も好きだし、うん、うん、
ね、そのあたりかな。はい、ありがとうございます。さっき言った通り、やっぱりそのオーディオの、あの悪のテーマっていうのがこういう、まあ、うん、はい、そう、より厚みが増して、その中に悲しみやいろんなものが込められてるんでね。そうそう、車でよくライブアライブの CD かけますけども、こう、あ、なんか悲しいなっていうのがこうね、でもこうならないように安全運転して帰ろうそうですね。あれ、オーディオの曲にもあのコーラスが入ってるのと入ってないのがあるんですよね、うんうん、でより壮大なところではコーラス入りが出て、はいはい、まあ、中世編の最後でようやくコーラスが入るんですけど、そうですよ、あれでこう重みが出てくるんですよ ね、 そうですね。でテーマとそのね、魔王オーディオが完成するっていう、はいはい、うん、そこはとても良かったです。はい、ありがとうございます。さて続きまして、去年の実況では、はい、伏せられておりましたが、はい、杉田さんの最終編での役どころですね、うん、はい、あのアムルクレチア、アムルクレチアという、これはもうシンプルです、はい、僕はずっと時田さんがやると思ってました。あ、なんか最初そうおっしゃってましたよね、うん、これもシンプルです、はい、時田さんじゃなくてむしろいいんですかっていうね、うん、なので自分の中でここまでたどり着いたプレイヤーに対して話聞いてそうで聞いてなくて、でも分かってて、でも最終的にあ、どうでもいいんだみたいな、うん、知らんけどで全部を済ませようとするっていう、うん、そのなんかこう絶妙な感じ、うんうん、でも なんかある程度インテリジェンスって必要だなとかね、そうですね、うん、その世界の断りについても話せる存在だから、はいはい、うん、その結果あの口調になりました、はい、まあまあ神様みたいなものですもんね、はい、もう当時なんかなんで解散弁したのか僕もよく分からないんですけれども、うん、なんか普通に語っても多分つまんないなと思ったんですよね、うん、でいろいろこう事務的に説明してくれるんだけど、なんかキャラつけたいなと思ったので、うんうん、どうせならなんかボケたり突っ込んだりしてくれる方が他に人がいない分面白いかなと思って多分関西弁にして、で関西弁のチェックはあの下村大阪出身なので、ね、下村にチェックしてもらいましたね。はい、なるほど、そうだったのか。あの本物にしてもらいました、ね、うん、確かに。なので、はい、まあ決してね、あのアムルクエチアの喋り方って杉田さんやや、うん、目入ってますよねっていうのは、ね、はい、まあちょっと入れたけど、うん、ね、なんかそういうインテリジェンスもあって癖が強くて説得力の声ってなるだろうってなる。でもこれを行き過ぎるとあの本人にやった方がいいってなっちゃう。そうね、自分の中のなんかちょっとした願いも込めて、ね、はい、はい、さあでは最後の質問になります、うん、はい、改めて今回のリメイクの新エンディングご覧になっていかがでした？これは当時から願っていた、うん、真の終わりは本当にさっき言ったあのサッドエンドでもいいんですよ、うんうん、はいはい、そう、うん、魔王オーディオが誕生し人類は愚かって、まあ、これでよかったんだって、やっぱり信頼も愛も勝ち取ったりね、つかむものじゃないんだって、でも与えられるのを待っていたら何もないし、そうか最初からそんなものはなかったんだっていう考えでも、うん、一つの作品としてありだと思うんで、うんうん、でも心のどこかに彼に信用や情や愛を与えられたら果たして変われたんだろうかって、うんうん、だから救済があるっていうことに対して、うん、いや良くない良くないっていう自分と、ユーテオルステッド、うん、かわいそうだなって、うん、でもサッドエンドが彼にとっての救いかもしれないってなると自分の中では完結してたんですよ、うん、はい、そしたら来たんですよ、なんとあの展開が、はい、なんと最終戦の一個後ろがあるっていうの。そうですね、で今回は基本追加要素はないって公言をわざとしてたんですね、うんうん、でまあそんな大きな追加じゃないんですけれども、うん、やるなら一発ドンとなんかやりたいなっていうので考えたのがあの新オーディオバトル、うん、ですね、そう、あの最終戦4人連れていくじゃないですか、はい、4人で行くじゃないですか、はい、その連れていかなかったメンバーも救済しつつ、うん、場面名場面を戦いの場面で与えつつオルステッドまでって、あ、つまり実質パーティーが2つできることになるなって、ね、そうですね、うん、で当時はまあスーパーファミコン あの表示の限界で4人までしかパーティー、うん、もう今回はもう全然表示ができるので、うん、じゃあ全員で戦えたらいいよねっていうのと、うん、だったらオルステッドが最後一瞬だけプレイヤーの手に戻ってきたかどうかっていう、でお話は変わらないんですけど、うん、プレイヤーの手に戻ってくるだけで意味があるかなと思いますね、うん、はい、なのでなんか最後そこでプレイヤーの手に戻ってきて一個だけコマンドを入力しよう、うん、あの FF7 でも最後セフィロス・クラウドが単体でこう
1コマンド戦うじゃないですか、うん、あれだけでこうグッとくるフレイングの演出ってあると思うので、うん、ありましたね。じゃあそれだなっていうのは結構リメイク始めてすぐの頃からもその企画でいこうってなってましたね。矛盾する相反する2つの心が僕の中にあったんですけど、はいはい、でもその両方が納得する答えがそこにあったんですよ、うんうん、いやとても良かったです。ありがとうございます、はい、怖いですね、はい、では今度は僕から時田さんに、はい、まあ、リメイク版のライブアライブが発売して実際に僕の周りの反応ってやっぱ当時遊んでた人たち、はいはい、いやそれから近藤博之君とかやっぱライブアライブで出るんですよねって言ってねすごいテンションで来たり、はい、で赤羽君に好きなのって遊んでましたよって言ってそれで盛り上がるってもちろん安本君や中本君とかそういう話になったんですよね、はいはい、時田さんの周りの反応ってどうでした？そうですね、でやっぱり発表するまでは結構シークレットにはしてたんですね、うん、あの関係者、うん、スタッフ以外は、うん、なので割とマジかっていうで当日 LINE とか、うん、メールとか DM とかでマジっすかとか、ね、うん、できたんですかとかね、なるほど、いうのがいろいろあったので、やっぱりすごく僕自身も、まあ、最初のディレクションしたタイトルなので、うん、まあ、リメイクをするというよりでもバーチャルコンソールを20周年の記念の時に任天堂さんから出していただけるっていう話があってから、うん、いろいろじゃあ20周年ライブをやろうとか、うん、まあ、旗を立てていく中でやっぱりこれ何かしらの形で実現したいなっていう思いがあったので、うん、それがこうオクトパストラベラーが登場して、はい、HD2D という、はい、手法と出会ったことによってこれでも本当になんていうかね、狙ってやったというよりは奇跡的な巡り合わせで、うん、信じれば夢は叶うっていう言葉僕あんまり好きじゃないんですけどやっぱり続けていくとかっちり歯車がはまる時があるんだなっていう形で今回割とトントン拍子でいけて、で開発の人たちもすごく熱意を持ってやっていただいて、まあ、杉田さん、中村さん、ね、声優の皆さんもライブライブ遊んでいただいたからこその熱量でやっていただけたので、本当にまあ、原作があるとしたらこれがもう完全版として皆さんと一緒に30年かけて作れたっていう思いだったので、まあ、僕自身がやっぱり一番嬉しかったし感動をしましたね。であとは本当にこうずっと長く応援してくださった方が泣いたとか、うん、目を疑ったとかいう、ね、書き込み等々をいただいて、あと当時遊んでた方々がもう親子になって親子で遊んでるとかね、お子さんの書いたクレヨンのブリキ大王とか、そういうのを見るとあ、よかったなと思いますね。で何も知らずにオルステッドかっこいいって言ってる子供とかがいるのも含めて、うんうんっていう非常に親子で楽しんでいただけてるのも含めて、非常に嬉しいですし、あとずっとこうネットで語られてて、あの世で俺に詫び続けるは知ってるんだけど、どういうゲームなんだろうっていう方々が遊んでくれてる、うん、特に若い世代ですね、うん、が遊んでくださって、これ本当に昔のゲームなのって言ってくださるのがすごい嬉しいですね、うん、そうです。スラングやまあミームっていう形で残っている要素ではあったんですけど、はいはい、じゃあ実際にその原点に触れる機会が今回設けられたっていうのは確かに良かったです、うん、そうですね。やっぱ最新のハードでやっぱ見た目も、うん、遊び心地も、まあ、ボイスも含めてなんですけど、うん、ちゃんと今の時代だからこその若い方たちも、ね、うん、遊んでくれるので、うん、あと10年は戦えるみたいな感じになったかなと思いますね、はい、はい、ありがとうございます。そんなライブアライブの良さ、まあ、音も、まあ、ビジュアルもいいんですけども、なんといっても僕はシナリオだと思います。基本時田さんだと思うんですけども、物を作る時の姿勢みたいなものって一度聞いてみたくって、シナリオってどういう時に書くのかとか、どんなところから着想を得るのかっていう、はい、ね、脚本を考える時にそれどういうインスピレーションがあったり、その映画を見るとか、うんうん、そういうこと、昔の楽しかった思い出から照らし合わせてくるとかあるんですけど、はい、さっき ね、ちょっと時田さんデビルマンっていう作品が出ましたけども、はいはい、なんかそういうアイデンティティ そのこう原点になったものとかあったら教えてほしい、はい、そうですね。でもやっぱり本当に僕は幼稚園の頃に漫画ブームで少年誌がバンバン創刊して、うん、で小学校の時にそれらがテレビアニメになって、うん、で宇宙戦艦ヤマトでアニメブームになって声優っていう言葉が出て、で最初漫画家になりたくて、うん、で声優って言葉が出たら声優になりたくて、まあ本当今 のファンの皆さんと同じような感じですけど、そこで、まあ、映画も含めてとにかくいろんなものを見たんですね。今長い連載というよりはやっぱり単発のものをたくさん見た気がしますね、うん、でまあ
デビルマンとかインパクトがあるものもそうですし、うん、でヤマト、ガンダムあたりがもう本当にリアルタイム小学校、うん、高学年から中学年ぐらいで、うんうん、でカリオストの死も中2とかで、はい、映画館に14回ピアで探して見に行って、はい、でビデオデッキまだ家になかったんで、はい、電気屋で VHS テープだけで買ってテレビ放映するときに録画してくださいみたいな。やっぱりその頃にして高校ぐらいまでですかね、アニメあのサンライズのマクトミノさんの作品とかで、うん、ロボット出したら何でも OK みたいなの作劇だったと思うんですよ、うんうん、ははは。僕らがスクエアで RPG を作り始めたときに RPG だったら何でもドラマにできるみたいな感じになったんですよね。要は面白かったものを RPG って装置の中に入れられるじゃないかって思ったのでファイナルファンタジーの中でもここはこういうあの演出をやりたいとか、うん、こういう要素をファンタジーに入れようみたいなのはやっぱり昔見た見聞きして体験してインパクトのあったものをどうゲームに入れられるかみたいなところが大きいですね。やっぱゲームにするとさっきも言ったようにこうよりエモーショナルに感じるんですよね。で漫画もこうページめくってるから気持ちがいいんですけど、ゲームはやっぱこうやって自分で選択するじゃないですか、うん、なので本当に僕ゲームって主人公プレイヤーが主人公で、うん、脇役がこういるある意味演劇みたいなものだと思うんですね、うん、プレイヤーが主人公として参加するドラマだと思ってるので、うん、だから同じような展開をやったとしてもより人の心に染みると思うので、うん、だからそこをベースにこういうネタをやるんだったらゲームどう配置してどうしたらその物語が起こってプレイヤーは何を選択するべきかとか音楽をどこで変えるべきかみたいなところをゲームならではの落とし込みにするところが重要かなと思いますね。だから結構シナリオそのものというよりも実装する時の仕掛けとか演出ですよね。だからお化け屋敷の設計図を書くみたいなものもありますよね、はいはい、なんかあるなと思わせておいていったらやっぱりやったとか、うん、いや何にもなくてほっとしたら帰り道にスカルミリオネ襲われた襲われたみたいな、 なんかああいうのがゲームの面白さだと思って、うん、そういう意味ではレベルデザインってよく言いますけども、はいはい、本当にこうお化け屋敷の設計図を作るみたいなものがゲームの設計図というか、うん、シナリオに大事なのかなと思いますね。だから本と配置とプレイヤーがどう思ってるから何をする、うん、これは FF4 の時にその初めてそういう仕事を担当したんですけど、うんうん、最初から最後まで一人でやったんですよね、だから実際自分が遊んでいるかのように街の人をここではこういう人の話にしようとか、うん、こう言ったらこのイベントが起こってみたいなことをあのシナリオはあるんですけど配置しながらやっぱり変更していったんですね、うん、なのでそこがやっぱり面白くなる実装して変更もしていくみたいな感じですね、うん、原作のシナリオというか元はあるんですけどやっぱり実装していきながらギリギリまで調整して変えられると、うん、あのちょっと時田さんがポロッと言った信じていれば夢は叶うって言葉が好きじゃないって、はい、あれって願い続けていて動いていない人にも取れちゃうんで、うん、じゃなくてこう信じ続けるっていうことがこう夢に向かって進んでいくっていう方にポジティブに捉えるのであれば、うん、あの意味のある言葉に変わるかなって頭の中で思ってたんですけど、はい、でも夢っていうものにこう雲をつかむようなものに対して信じるってい う, こう歩みをこう進めてるっていうその今回その結果の一個で、はい、実現したわけなんですよ、うん、でライブアライブは今25周年過ぎて30周年っていうのがもうなんかちょっと見えてきたんですよね。そうですね、今年が、去年が28周年で今年が29周年ですね、はいはいはい、さあ30周年でございます。来年ですね、はい、これとっておきの質問で取っておいたんですけど、はい、今ライブアライブ2作れって言ったらどうします？これね、うん、でもずっと、まあ、リメイクもそうなんですけど、うん、続編もずっと何回か考えてきたんですよね、うん、で実際ちょっと企画を立ち上げて会社に提案をしたりしたこともあったんですよね、はい、ただ個人的に1ほど納得のいく、うん、構成が全てじゃないですか、うん、こう短編と思いきや、うん修正編があって、うん、それが全てをつないでっていう、うん、あれを超える構成が無理かなっていうで同じことやったらダメじゃないですか、まあ、もちろんかといって全く違っても良くないので、うん、すごいね断ることに考えずっと多分この辺で常に考えてるっていう、うん、
ってもいいぐらいなんですけど、うん、やっぱり最後うおーこう来たかとか、うん、マジかよっていうのがないとつまらないと思うんですよ ね、 そうですね。なので単純にこうオムニバスで編を入れ替えればいいってものではないと思うので、はい、あなんか安易に作るのは難しいなと思いますね、うん、ただすげえこれだっていうのが出て、うん、なおかつ今のラベルの HD2D リメイクが100万本が見えてきたよ、うん、はい、うん、いけるんじゃないかな、うん、でもまあ本当にねさっきのあの勇者の話じゃないですけど、うん、勇者が魔王になってそれをプレイヤーが体感するからこそ説得力だと思うんですね、うん、でゲームの仕掛けとしてこう敵と戦って強くなっていった結果待っている物語だから、うん、それを超える仕掛けって本当難しいなと思うんですよね、うん、確かに。なのでなんか本当にすごいアイデアを持った人が、うん、僕に何か一緒に作りましょうって来てくれるかどうかしたら、うん、ぜひそれだっていうのがあったらねやれるかな、ね、ライブアライブからちょっと時間が経ってですねその間にいわゆるその禁じ手って言われるメタフィクションみたいなのって、はいはい、結構たくさん出てるんですよ。そうなんですよね、うん、なんかもうやり尽くされちゃってると言っても過言じゃないかな、うんうん、じゃあそれ超えるものってなんだ、うんうんね、ラテランからこう支配していくとか、ね、現実にそのまま出てくるとか、うん結構いっぱいそういうものを見てきてるんですよね、うん、ゲームクリエイターになりたいっていう天才がこう今大人になりつつある中で僕は絶対出てくると思うんでいつの時代もこんな人もう二度と出ないもんかと思ったら竹内くんが出てきたみたいなの、うん、そうそうおーすごいぞお前っていうねファミコンが好きですって言われてマジでって言ってだっておしゃれじゃないですかって言ってる君面白いねみたいないつの世もやっぱそういう人ってやっぱ出てくるんで、うんうん、そういう人がこう一緒にライブアライブ2やらないかって来てくれるのもね。ねえ。そうですね。だから今の時代のライブアライブのあり方みたいなの多分あるとは思うんですよね、うんはい。それはやっぱり僕はその当時のスーパーファミコンの時代だったから、うん、当時26、7歳ぐらいですよ、うん。だからできたんですけど、やっぱり今の若い人たちが考えるライブアライブが多分あるかもしれないので、うん、あの、アイデアのある方はお待ちしております。楽しみやな。僕はあの半熟ヒーローも忘れてないですよ。半熟ヒーローね僕もあれは本当に作ってて、うん、ノリで作れるっていうのと、まあ、ちょっと僕暴走しすぎちゃったのがいけないのもあるんですけど、うん、あと今正直コンプライアンスがギャグってグレーゾーンが難しくなってきたな。半熟ヒーローはあれはギャグだからこそ本当に何でもあって、うん、で対 3D は復活しあれ合併した時にそうですよね。やっぱり FF ドラクエと違うことをやらないと、うんうん合併したスクエニックスは生き残れないと思ってで、FF ドラクエは絶対できないことは何だろうって来たらギャグだと思ったんですよでここはじゃあ半熟ヒーロー復活させるしかないということで、はい、で10年経っているからこそ世の中は 3D になっていてでも自分たちだけは 2D っていう、うん、あのコストカットとコンセプト一緒にやったみたいなねだ今だったら半熟ヒーロー対ソーシャルゲームとかねもうそうなりますよ ね、もう半熟ヒーロー対、うん、あのハイディフィニションみたいなですよ、ねうん、できるかもしれないけど、うん、やっぱりその本当に何でもできるかって、うん、表現力上がれば上がるほどギャグもでやりにくくなってしまう部分もあるので、うんね、バーサス全世界バーサス全メーカーバーサス全宇宙になってくるんですよね。ここ規模が出るそうですね。もはやっていう、ね、どうすりゃいいんだよっていう。なんでなんか何でもできるけど何でもできるには非常に、うん、あのハードルが高い世の中になったの で、ねうん、全開でできなければちょっとつまんないかな、うんそうそうそうね、なんかアイディアあったらこちらの宛先も、ねはい、そういう意味ではねコラボレーションもね時代が進むと好きな人がこうこれ組まないかってさっき言った通りあのスパロボに売り切れを出ないかなって僕もね夢なんですよね機械王と一緒にって、はい、スパロボはまさにライバルも当時開発してる時に、うん、ちょうど第3次が出たんですけど、うんはい、僕がなんかそれまでスパロボやってなかったんですけど、うんまあ、当然アニメとか好きだったんですけど、うん、バンタイのゲームはしばらくちょっとその頃やってなかったの であの開発仕事中になんかスパロボやってるやつがいたら今度はお前スパロボなんかやってとかって言ったらコンバトラの合体シーンが入ってたんですよ、ね、それ見てすぐ買いに行きましたあるあるあの頑張ってスーファミの絵で合体シーンを再現してるのが熱かったんですよね、うんはいはい、拡大縮小だけでっていうでライブライブあのリメイク発表された時に、うん
あのスパルマンプロデューサーの寺田さんが、はい、ツイッターで反応してくださって、はい、そこからちょっと仲良くさせていただいて、はい、あの飲みに行って、うん、あ、本当ですか。で赤羽くんもね、はい、あの共通の知り合いで、そうですよね、はい、あのいつの日にかね実現できたらいいなと思います。はい、寺田さん可愛い人ですよね。可愛いですね、チャーミングです、ね、そう、ちょっとテレアで、はい、でもなんかすごいあの年代的にも近いので、はい、見てきたものが全く同じなので、あれはこうっすよね、うん、ですよねみたいな、すごいこう初対面とは思えないぐらい盛り上がって楽しかった。確かに昔から本当に仲が良かったんじゃないかっていうぐらいこう距離が縮まる、だからイメージできますね。で名前も寺田高信、高信と時田隆ってちょっと漢字に似てるんですよね、うんうんうん、なのでなんかすごく運命的なものを感じる。きっといつかコラボさせていただけるんじゃないかなと思います。おっと、はい、すごいことを聞いたぞ、待ってます。はい、皆さんも応援よろしくお願いします。今日も素敵な話たくさんありがとうございました。いやいや楽しかったです、はい、あの別にあのオールナイトでやってもいいんですけど客入れますか、はい、ロフトプラスワンとかでやりましょう。客入れますか突然誰かが来るみたいな、ね、いいですね、あ赤丸くんやみたいな、ね、普通にあり得るからな。というわけで時田さんから、ではライブアライブとしての告知があれば。はい、というわけでですね、今年は29周年で、うん、まあ、皆さんもすでにご存知かと思いますが、ライブアライブ HD2D リメイクがなんとプレイステーション4、プレイステーション5、スチーム版も、うん、リリースが決定しております。現在体験版好評配信中でして、4月の27日に、ダウンロード版のリリースが確定しております。ぜひ皆さんね、体験版をやって、お待ちになってください。はい、そしてこれでね、勢いをつけて来年素敵な30周年をね迎えられるというかなと思っております。はい、そう、夢に向かって皆が歩みを進めている、その結果が未来というものが、希望がやってくるのであればそこに向かうだけです。いや本当にライブアライブ、これはあのゲームを遊んだ時に言いましたけど、僕はずっと遊んでいくタイトルなので、ありがとうございます。はい、自分の年齢がオルステッドみたいな年から始まって、ね、もうハッシュみたいな年になって、僕はウラノスみたいな年になっても遊びます。はい。本当に時田さんありがとうございました。ありがとうございました。はい、30周年に向けて盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。